草オカは、カサゴモクところ属する魚類の分類群の一つ。草魚酒びくになど、寒冷な海や類は深海に生息する種類を、中心に29属334種が記載される。加盟の由来は、ギリシア語のリッポローズから。草オカの魚類はすべて海水魚で、太平洋、大西洋から、北極海、南極海にかけての海域に幅広く分布する。 地理的、環境的分布範囲は、極めて広く、ごく浅い沿岸のタイドプールから7000メートルを超える、深海に至るまで、その生息域は多岐にわたる。本家は、南平洋、北、太平洋及び、北極海において、最も魚種の豊富な都ガの一つとなっている。インド洋には、比較的少なく、深海から数種が知られているのみである。一般に、訂正性で、 吸盤状に変形した腹びれを使って海底に腹ばいになっていることが多い。陰球を属とこんにゃくを属の二属に、本科魚類の約に三にあたる種が含まれ、その大半が水深線から2000メートルの範囲から知られる深海魚である。アカントリポリーズ属の一種。細長い体と大きな胸びれが草魚類の特徴で、属によっては、 吸盤状の腹びれを備える草尾かの仲間は、細長くやや側平たした体型を持ち、最大種では、全長80センチメートルに達する。ウルおを持たず、皮膚は、ゼリー状で柔らかい。鼻孔は1体か、草尾族の多くでは2体である。背びれと尻びれの規定は長く、それぞれ28から82本24から76本の、難状で構成され、 しばしばおひれと連続する。禁煙の団子オカと共通し、両側の腹びれが互いに融合し、吸盤状となっている種類も多い。一方で、陰急王族及び寒天王族の多くは腹気を持たない。椎骨は38から86個。草オカには、ネルソンの体系において29族334種が認められている一方、 フィッシュベスには31族364種が記載される。本家には様々な赤の設置が提案されているが、ネルソンの体系ではいずれも支持するための情報が不足しているとして採用されていない。こんにゃくを族の一種、水深1324メートルで撮影。本家魚類はその多くが深海性で海底付近を漂栄して生活する。 草魚族の一種。大きな胸びれは草魚類に共通する特徴であり、種子のように分岐した比例状を持つことが多い草魚族の一種。体を U 字型に折り曲げる姿勢は本族の特徴である草魚族の一種。北アメリカの太平洋岸に分布し、主に沿岸の潮だまりに生息する草魚族の一種。オホーツク海。 ベーリング海などの寒冷な海から知られるインキュウオ族の一種。北、大西洋の深海に生息し、4000メートル維新からの捕獲例がある陰キュウオ族の一種。南平用の水深300の782メートルから記録されている。ありがとうございます。